これから皆様にお話しするのは、医大を卒業後、ふるさとの田舎町で開業し、地元の人々に信頼されている若い内科医のお話であります。彼は病気の苦痛を取り除くことが医療の重要な目的の一つである。だから暗視術は当然医師によって研究され実施されるべきものであるという考えの持ち主でありました。さすがに医大の内科にいる間は暗視術を行うことはありませんでしたが、ふるさとで開業した後は自らの信念に基づいた医療行為の中で暗視術を施すこともあったそうです。そのため家族たちからは、あの先生にかかると誠に楽な往生ができるという評判が立ち、皮肉なことにだんだんと名医として信頼されるようになっていったのです。やぶ医者は殺し、名医は死なせる。なるほど、安らかに死なせさえすれば名医になれるものなのだと、医学生の私はこの名言につくづく感心していました。開業医となり、今密かに暗視術を行う私にとって、この名言を思い出すと甚だくすぐったい感じがします。ただ私自身のことで言えば、8年前に妻が腸チフスにかかり、その時は暗視術を施すまでもなく死なせてしまいました。それでも助からない命であれば少しでも楽に死なせてあげたい。たとえ法に背くことであっても、それが私の医師としての信念でした。あの日までは。よしお帰り。亡き妻との間に生まれた一人息子、よしおです。妻の死後、不自由を感じ始めた私は、人に勧められるまま5歳を迎えました。お母さん、お母さん、お母さん、ただいま。よしおは繊細な子でしたが、幸いに5歳はヨシオを心から可愛がり、ヨシオも本当の母のように慕っていましたので、私たちは非常に楽しい平和な月日を送っていました。ところがその明るい家庭に急に痛ましい風雨が襲ってきたのであります。それは妻の性質が妊娠をきっかけにガラリと変わってしまったことでありました。よしおさん、そういえば、将来のこと話してました。将来のこと。はい、先生のようなお医者さんになりたいそうですよ。妻はまず非常に嫉妬深くなりました。そうですね、そんな無理強いはしないけど、はい、私が看護婦や女中と少しでも長話をしていると、私をはじめ彼女たちに向かって露骨に当たり散らすのでありました。何を話していたんですか。よしお、病院内で遊ぶってどういうことですか。よしおに対しても非常に辛く当たるようになり、よしおがいつまで経ってもこうなんです。少しの過ちにさえ激しい雷を落としました。今日はこれぐらいで。うるさい。
辛いよな、よしお。お母さんが怒ってばかりいるのは、よしおの妹か弟がお腹の中にいるからなんだよ。生まれるまでは怒りっぽくなることもある。だからしばらくは我慢しよう。僕、お兄ちゃんになるの？だから、お母さんがどんな無理を言ってもごめんなさいって謝るんだよ。いいね。よし。おそらく出産までのことだろうと思い、私はヨシオに言い聞かせました。彼はその言いつけを守り、妻に対して口答えをすることもなく辛抱していました。いや、戻りたくないんだわ。どうしたらいいんですかね。まあ、酒タバコは少し控えて。それはやめれん、それはやめれん。それやめれない、うん、しかし、よしお、なんでこんなところに落書きなんかしたんですか。だって、信じられない。ここは病院ですよ。消しなさい、早く消しなさい、早く。奥さん、堪忍してあげてください。私も怒らせないで。ごめんなさい。お前みたいな子は死んでしまった方がいいわよ。看護婦や女中がかばうたびに、妻の叱責はエスカレートしていったのです。時には往診の帰りに時間が合うと、私が川べりで待ち、よしおと二人の時間を過ごしました。よしおは学校に通っている時だけは妻と離れる時間ができ、よしおにとってそれは安堵の時間でした。その時間は気づくと、私にとっても安らぎの時でした。よしお、よしおがそろそろ帰ってほしかったな。あなた、よしおは横着じゃありませんか。遊びに行ったっきりまだ帰ってきませんよ。どうしたんだろう、学校に忘れ物でもしたのかな。ちょっとその辺見に行ってきてくれないか。なんで私が見に行かなければならないんですか。私の顔を見たくないからわざと遅く帰るつもりなんですよ。先生、先生、先生、ポンちゃんが。どうしたんだ先生。岩場に倒れていて、まだ息があるみたいです。よしお、早く手当てを。先生、よしお、二人乗せてくれ。よしお、おい、痛いな、よしお。よしおは右胸の肋骨が 3,4 本折れ、拳を2つ重ねたほどの大きさのへこみができており、意識がない状態でした。脈拍がどんどん弱くなってる。このまま死なせてたまるものか。強心剤、強心剤はどこだ。あなた何をなさるの。予想を苦しめるつもり。どうせ助からない命、楽に死なせてあげてください。何を言ってるんだ、邪魔するな。私の10年来の信念はその瞬間に粉々に砕かれました。よしお、よしお、よしお、わかるか。やめろ。
よしお帰り。ただいま。よしお、あれ見て。あ、突き落とされた時、すぐ死ねばよかった。心剤など使ってはいけないと言ったのに。よいしょ。助からない命であれば少しでも楽に死なせてあげたいという信念を曲げて強心剤を使ったことによって息子を安らかに死なせてあげられなかった医師。そればかりか妻の凶行をも知ることになってしまいました。なんと皮肉な結果になってしまったことか。